本日は大好評いただいておりますアパレルスタッフのリアルな購入品をご紹介いたします。なんと第7弾になっております。スタッフの身長別にアイテムの方をご紹介していきたいと思います。高身長の私と標準身長のゆなさんと低身長のヨッシーさんの3人でご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきます。私、ヨッシーが155センチの身長となっております。まず1コーデ目を紹介していきます。私がこの春購入したのはこちらのデニムのセットアップになります。すごく欲しいと思っていたんですけども、インネットに掲載された人気商品になっております。まずお気に入りのポイントがこちらのタフスリーブで、本当に腕を華奢に見せてくれるデザインになっております。セットアップで着用するとワンピースにするデザインがお気に入りのポイントになっております。センターに入ったボックスタックがすごく綺麗なシルエットを作ってくれてまして、インして着るとこのように上品なシルエットで着用いただけます。次にスカートを普段あまり履かなくてデニムはパンツが多いんですけども、このセットアップで久々にスカートにチャレンジして、自分らしく少しエレガントな雰囲気で着用できているのでお気に入りです。続いて購入アイテムをご紹介いたします。まずこちらのパンツなんですけども、こちらはロングセラー商品になっておりまして、2年くらいは着用しているものなんですけど、今年も同じカラーが発売されまして、また色違いで購入して愛用しております。ハイウエストで着用いただけるパンツとなりますので、私みたいな低身長な方でもバランスよく足の裏効果を出して履きこなせるパンツになっております。続いての購入品がこちらのチュールトップスになっております。こちらも一目見て気に入って2色購入いたしました。チュールなので透け感のあるトップスは、少し気温が低い時はレイヤードで使っていたんですけども、今もコートの下にレイヤードはしているんですけども、室内だとコートを脱いで下はタンクトップで着用してもすごく柄が可愛くておすすめです。最後にこちらのトレンチコートになります。ケープ付きのデザインで1枚でおしゃれに今年らしい着こなしが可能なので、今年は絶対これを着ようと展示会の時に決めていました。こちらのケープ付きのトレンチコートがケープを取り外しできるデザインになってまして、こちらを取り外すとこのようなベーシックなデザインのジレコートとしてもお使いいただけますので、2つのマルチウェイの着こなしが楽しめておすすめです。身長163センチのゆうながこの春リアルに購入した1アイテム目はこちらの T シャツになります。こちらは安田美沙子さんとのコラボアイテムとなっております。まず私のお気に入りの1ポイント目はこのワッフル生地となっております。少し凹凸感があることで普段のシンプルな T シャツに比べ少し厚みがあり、高見えするのがお気に入りポイントとなっております。またこのようにコンパクトなサイズ感になっていますので、普段ボトムスにして着用することが多い私にはすごく着回し力が高くぴったりなアイテムとなっております。次に2アイテム目はこちらのデニムをオーダーしました。こちらのデニムのお気に入りポイントはグレーの色味とこのシルエットです。これから春に向けて淡い色味のデニムが欲しいなと思ったので購入しました。またこちらのデニムは程よいハイウエストのシルエットなので、自然と足を長く見せてくれるのがおすすめポイントです。次に購入した3アイテム目はこちらのタンクトップになります。こちらはまず色味に一目惚れして購入しました。こういったシアのシャツから透けるのがすごく可愛いなと思って購入しました。また少し他とは違うタンクトップのデザインも気に入っています。
普段私はモノトーンの服装が多いので、たまにはこういったカラーものに挑戦したくて購入しました。次に4アイテム目はこちらのパンツになります。こちらのパンツのお気に入りポイントはこのシルエットです。少しセミフレアなシルエットになっているので、足長効果と、またこういったペタンコのシューズでも可愛く着こなせるのがおすすめです。さらにこちらのパンツはファスナーが最後についているので、ウエスト周りをスッキリ見せてくれるのもおすすめで、すごく気に入っているポイントになっています。身長168センチの楓が紹介する1アイテム目はこちらのドットのブラウスです。今年のトレンドのドット柄のアイテムなんですけれども、甘めになりがちな柄だと思いますが、このようにジレを合わせることによって大人っぽく着用することができます。他に気に入っているポイントとしては、女性らしいボリュームスリーブになっているところと、こちらがパイ付きになっているので、このタイをつけてもとっても着用することができるので、着回し力があるところがお気に入りです。2アイテム目はこちらのバックベンズのデニムです。こちらのデニムは前にもシームが入っているんですけれども、後ろにも針が入っていて、バックベンズになっているところがポイントです。こちらのデニムなら後ろ姿もかっこよく決まるのがお気に入りのポイントです。もう一つお気に入りのポイントとしては、こちらがサスティナブルデニムとなっておりまして、リサイクルの素材でお作りしています。環境にも優しいデニムなのがお気に入りのポイントです。3アイテム目はこちらのパワーショルダーのトップスです。こちらのトップスはトレンドライクなパワーショルダーのデザインになっておりまして、腕を華奢見えさせてくれるところが嬉しいポイントの一つです。他には肌当たりの良いさらりとした生地感もお気に入りのポイントで、暑い夏にもさらりとした肌触りで着用することができるのも嬉しいです。4アイテム目はこちらのライムグリーンのスラックスです。こちらはリエディで長く販売しているスラックスのシリーズなんですけれども、カラーバリエーションが豊富なところがお気に入りのポイントです。こちらのライムグリーンは新色で販売しているものとなっていて、販売してすぐにゲットしました。5本ぐらい他の色を持っているぐらいお気に入りのパンツとなっております。どんなアイテムにも着回しが効くので、新色が出たらいつもすぐにチェックしています。他に気に入りのポイントとしては、センタープレスが入っているのと、ボディラインを広いすぎない程よくゆとりがあるシルエットなので、スッキリと足をきれいに見せてくれるところが嬉しいです。今回は私たちのリアルな購入品を使ったコーディネートをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。お買い物の際に参考になれば幸いでございます。見てみたい企画やコンテンツ等ございましたら、コメント欄にお願いいたします。それは夜8時より配信予定ですので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。